皆さんこんばんは、上水優希でございます。この番組はサイコパスである私がサイコパスならではの切り口で語ることによって、感情豊かな皆さんにとって斜め上の視点に触れたり、サイコパスについての理解を深めるきっかけになることを目的としています。ぜひ最後までお付き合いください。今日はセレンディピティについてお話ししたいと思っています。セレンディピティっていう言葉はですね、イギリスの、小説家の方がですね、友人にこう手紙を送ったと。その中に、セレンディップの三人の王子っていう、こう童話の、がね、こう紹介されてるんですけども、 それが起源とされてるんですね。で、それスリランカのなんかその王子がね、偶然こう何でしょう、幸運を発見していくみたいな、そういう偶然の発見とか、何でしょう、素敵な偶然の出会いとか、そういうものをねセレンディピティで言ったりしますね。要は偶然をきっかけに、幸運をつかみ取るみたいな意味ですね。はい。で、インターネットのこの時代ですね、なかなかそのセレンディピティみたいなものが、偶然の発見みたいなものが起こりづらいなというふうに思っているんです。で、特にこの外出自粛をしていた期間っていうのは、それこそ家にこもってインターネットばっかりやってましたから、広い意味でね、インターネットでつながった何か調べたり、コンテンツもインターネット経由で見たりってことで、どうしても自分が見たいものの範疇に収まっているなと思うんです。見たくないものを検索しようと思っても、何でしょう、自分が見たくないと思っているとして概念として浮かんでくるものを言語化したものだったりするわけですから、なかなかこうその結局やっぱ予想の範囲内になっちゃうし、見たくないと思っているものを見たところで、それって別に偶然でも何でもないですね。見たくないという必然なので、全然偶然でも何でもないですから、こう偶然何かの情報に触れるっていうのは結構難しいんですね、インターネットでは。で、インターネットで上がってくる広告でさえも、自分に最適化されてるわけですから、例えば何でしょう、僕のところに上がってくる広告で化粧品の広告とか上がってこないわけですよね。なんかこうビジネススクールに通いませんかみたいな広告とか、なんか投資のなんか投資しませんかみたいな広告とか、そんなのは出てくるけど、ね、何でしょう、こう包茎手術とかね、そんなの出てこないですよね。はい。そんな感じで、とにかく自分に最適化された世界とか、自分の興味関心の中に閉じてしまうのがインターネットの、ある意味良さでもあり、ある意味怖さだなというふうに思っています。とにかくセレンディピティが起こりにくいと。で、最もセレンディピティが起こりやすいのってやっぱ何かって思うと、この外を歩くというか、いわゆるその不確実性の塊じゃないですか。やっぱ外っていうのは、みんながいろんな人が歩いてたり、車が走ってたり、動物がいて、自然があってみたいな中で、人工物があってとかいう中で、もうその確率計算できないようなその偶然の連続が常に起こってるわけですよね、外っていうのは。で、その中で、やっぱりこう何でしょう、洞察力というか、そのピンとこうねキャッチできる、意識があれば、そういう偶然のものにも出会いやすいんだろうなと思います。まずその刺激自体が、環境自体が、そう起こりやすい環境っていうのは、とても大事だなと思うんですね。やっぱりインターネットを見ながら、パソコンを見ながらセレンディピティ起こるっていうのは、よっぽどの洞察力とか、よっぽどのねその着眼点がないとむずいなと思っている。で、久しぶりにね、いつだったかな、5月の後半ぐらいに久しぶりに、買い物以外で、そのスーパーとかコンビニに行く以外でですね、外出したんですね。で、ケゴ公園っていう公園が、福岡の天神にねありまして、なんか別に用事ないんだけども、ケゴ公園まで行って、Kindle を持って行ってね、ケゴ公園で、読書をするというのをやった日がありました。すごく天気が良かったん で、そしたらね、隣に、大学生か高校生かちょっと分かんないけど、それぐらいの男女が座ってきたんですね。結構横長いベンチだったんで、いっぱいいろんな人が座れるベンチで、僕のちょっと横にそういったカップルっぽいというか男女が座りましたと。で、結構そのはしゃいでたんでですね、もう会話筒抜けなんですけども、話を聞いてるとですね、多分2人は付き合ってないと。
けどもなんかこうなんでしょう、お互いに、異性として興味を持ってるっていう雰囲気もある。恋愛までは言ってないんだけども、まあ異性として興味を持ってるっていうのはまあなんとなく感じ取れるみたいな中で、でまあそのここに来る公園に来る前に、ゲームセンターに行って、スヌーピーのぬいぐるみを取ってきたと、そういうエピソードまでちょっと聞こえてきてるという状況でした。でまあなんだかんだですね、その2人がこう何じゃれ合っているというか、言葉でじゃれ合ってるわけですよね。なんかちょっとなんかいじり合うというか、でだんだんちょっとエスカレートしてきて、その男子がですね、こうちょっとからかうわけですね。このスヌーピーのぬいぐるみでキャッチボールしようよみたいなこと言うわけですよね。でまあ女子はまあその女子側はまあそれ嫌だと、まあ、やめてくれよと、まあちょっとそのなんか、まあ、じゃれ合いですよね。スヌーピーを投げたら嫌がるってことを分かっていて、スヌーピーでキャッチボールしようよと男は提案し、女の子はまあ嫌だと、別に怒ってるわけじゃなくてね、ちょっとなんかこうからかわないでくれというようなちょっとこうね男女のキャッキャッキャッしてる感じですよ。で、まあ、それをね見ててこうふとねそれを冷静に考えてみたんですね。男はスヌーピーを投げ飛ばそうという提案をして、女は、やめてくれと拒否をしている。事実だけを見ればそういう、まあ、字面だけ捉えていくとそういうコミュニケーションをしているのに、その質的にはなんかキャッキャッキャッキャやってると、つまり言葉の意味でやり取りしてるんじゃなくて、こうその言葉の意味だけだと、その文章の意味だけだと、到底取れないような文脈がそこにはあるって思ったんですよね。そう考えるとですね、むちゃくちゃ高度なことをしてるなっていう風に感じたわけです。で、まあ、いわゆる当然ですけど、その公園でねいきなりその付き合ってもない男女で、まあ、ちょっと興味があるからっていったところでね、そんななんか性的なことができるわけじゃないと思うんですよね。そのなかなかで、じゃあ手をつなぐとかいうのもなかなかちょっと、いう関係性でもないっていう、直接的なそういうことができないがゆえに、ぬいぐるみを投げ飛ばすとか、ぬいぐるみを介在させてなんかこうぬいぐるみの取り合いみたいな形でこうスキンシップを図るみたいな、めちゃくちゃ高度なことしてるなと思ったわけですよ。本当は手をつなぎたい、本当はキスしたいとか、本当は抱きしめたいとかあるのかもしれないけども、そんな直接的ではない、なんかスヌーピーというぬいぐるみを介在させて、かなりねこう間接的にこうスキンシップを図っていくと、これはねむちゃくちゃ難しいことをやってるなと思ったんですね。でこれがまさに私のですね、その偶然、慶応公園に、まあ、天気が良くてただただちょっと、まあ、久しぶりに外歩いてね日光浴びて本でも読もうと思って行って、たまたまそこの、座席というかベンチに座って、そしたらたまたまその隣に来た人がいて、それを観察してるとたまたま、あ、人間の言語活動ってむちゃくちゃ高度だなみたいなことに気づくみたいな感じで、これはですね発見しようと思って発見できることではないんですよね。本当偶然の産物というか、これをインターネットで発見しようと思ってなかなか難しいなとやっぱ思っていて、多分その男女、その時出会った男女、出会ったというか勝手に僕は観察してたんですけども、そういう男女みたいな方に出会う機会ってないですから、たまたまその時その時間その公園のそのところに座った、しかもお互いだからこそ見れたもので、そのたまたま見れたことからたまたま自分の精神状態とか意識状態がたまたまそれを発見できるといういろんな偶然が重なって、まあ人間の高度な言語活動に気づくことができたと、これはですねもうセレンディピティ以外の何物でもないなというふうに思うわけです。でこういうのを生活の中にどう、まあ、設計はできないんですけども、セレンディピティが起こりやすいものを生活の中にどう取り入れていくかっていうのはかなり、現代人は意識しないと自分の興味の範疇の中に収まってしまう。なんなら、慶応公園に行っててもずっとスマホ見てたらもしかしたらその隣に男女がいることにさえ気づけなかったかもしれないし、まあ、いることぐらい分かっても何話してるかとか、そこを観察してそこから何か、感じることがあったかなかったかもしれない、わけですから、やっぱ外の世界のその偶然偶発性というか、そのね偶然の掛け合わせみたいなもの、奇跡みたいなものをですねもっと意識的に観察していかないと、人間はこうセレンディピティから、が発生せずに、過去の自分を生き続けるというかね、新しい発見がないまま生きていくことになるのかなというふうにちょっと、まあ、思ったりした次第でございます。ちょっと大げさですけども、このセレンディピティをどうすれば起こりやすくなるかというか、そういうものがある生活ってどうだろうかっていうことを、考えないと
かなりね、飽きてくる、生活に飽きてくるんじゃないか、要は予定していることというか、予測の範囲内の出来事しか起こらない人生になってしまうんじゃないかという、ちょっと危機感みたいなものを感じたので、ぜひねセレンディティという言葉をと一緒にですね合わせて、それが起こりやすい暮らしって何だろうみたいなことをですね皆さんも考えてみると面白いんじゃないかなというふうに思います。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。